こんにちは。防災と社会保険労務士講座の専任講師をしております加藤です。この度は資料請求をしていただきましてありがとうございました。資料の方、すでにお手元に届いているでしょうかもしね、まだという方がいらっしゃるのであれば、もう数日ほどね、待っていただけるでしょうか で、えー、届かれてる方ですが、すでにね、中身確認しておりますかまあいろいろなものが入ってるかと思うんですけれども、まあ例えばね、通信講座のね、えー、パンフレット、それとか、合格体験記、勉強のね、ノウハウとかね、書かれている書籍、さらにサンプルのね、こう教材ですよね。えー、これら。 その他ね、いろいろと入っておりますけれども、もしね、中身確認してもらって、えー、不足しているようなものがあればね、えー、ご連絡してください。 さて、社会保険労務試験についてですけれども、まあ、いろんなね、えー、特徴があるんですけれども、まあ、その一つとして、まあ、社会保険労務試験でね、こう、取材される法律、まあ、皆さんがこれから勉強していく法律ですけれども、まあ、これについて言えば、あの、かなりこう、生活に密着しているものになります。 まそうしますとね、こう勉強していく中で、いろいろとね、こう現実のこととね、結びつけるっていうことがあるかと思いますが、まあ、そうすることによってね、こう理解が進むというようなね、あの、プラスにね、えー、効果をね、持つってことがありますので、まあ、そういうところでちょっと考えながらね、進めていくっていうのもね、えー、一つ重要なところなんですけれども、ただね、あまりね、こう具体的に考えていってしまうと、すごく複雑になってしまうっていうことがあります。で 複雑になりすぎてしまいますと、あの、ある意味、ちょっとわけがわからなくなってしまったりして、まあ、さらに言うとね、勉強がね、滞ってしまうなんていうこともあり得ます。まあ、ですのでね、えー、マイナス効果っていうようなね、ことも考えられるんですけども、えー、そういうようなところからね、まあ、そのようなところはね、うまく使うとかなり効率的なね、勉強につながっていきますので、バランスよくね、こうね、現実と結びつけながらね、えー、勉強ね、進めていくといいかと思います。 はい。それともう一つですけれども、社会保険労務試験の試験の範囲、これかなり広いんですね。広いということは、勉強するボリュームがあるってことです。まあ、そうしますとね、えー、どうしてもね、こう時間がかかってくるということが考えられるんですけれども、まあ、長期にわたってこう勉強していこうというような場合ですが、やはりね、こう効率的に進められればね、それに越したことはありません。えー、ですので、えー、フォーサイトのね、この社会保険労務士、 講座について言えば、効率的にこう勉強がね、できるようにいろいろとね、えー、工夫をしているところですけれども、まあ、例えばテキストとか、これ白黒で、文字だけがずら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 ーって書かれているものを、こう読みながら勉強する。これ結構辛いですよね。長期間にわたって、そのようなもので勉強していくっていうことになりますと。 まあですのでね、フォーサイトのテキストはね、こうフルカラーになっておりますし、まあ、さらにね、こう図とか表をね、まあ多用しておりますので、えー、比較的ね、そう苦にならないでね、こう勉強をね、進めていけるようにしております。まあ、さらにですけれども、こう勉強していく中でね、わからないことばかりになってしまいますと、やっぱりね、もう勉強いいや、ね、いうようなね、ことにもなってしまうってことが考えられます。まあですからね、 難しいところもね、わかりやすくね、こうね、解説をしております。まあいろいろとね、私こう言っておりますけれども、論より証拠ではありませんけれども、まずはね、このね、サンプル教材をね、えー、見てね、えー、もらうといいかと思います。まあそして、勉強を始める、合格を目指す、ということであれば、一日でも早く勉強を始めましょう。一日でも早く始めれば、その分、 多く勉強時間をね、取ることができますので、えですので、もう行くって決めたのであれば、すぐにね、勉強を始めてください。それではね、私たちと一緒に合格に向けて勉強を進めていきましょう。